皆さん、こんにちは。私は、広島平和記念資料館啓発課の清水と申します。本日は、この場をお借りして、広島平和記念資料館の平和学習についてご案内します。よろしくお願いいたします。原子爆弾による被害の実装を、あらゆる国々の人々に伝え、広島の心である核兵器廃絶と世界高級平和の実現に寄与する、この思いで職員一同、 平和記念資料館を運営しております。皆さんが学校の修学旅行、または個人的な旅行を含め、広島を訪れた際には、ぜひ、広島平和記念資料館にお越しいただき、有意義な平和学習をしていただければ幸いです。当館は、東館と本館の2つの建物からなっており、常設展以外にも、東館の1階企画展示室で企画展示を行っています。 これらは無料で見ていただくことができます。次に、広島平和記念資料館の平和学習についてご案内します。ご見学に合わせ、これらを活用していただくことで、より深く広島の原爆被害について理解していただけると思います。本日は、これらの5項目についてご紹介いたします。まず、被爆体験講話についてです。 こちらは被爆者の方が自らの体験を60分間でお話しするものです。現在、当館では33名の方が講師として活動されており、平均年齢は86歳を超えます。ご高齢で大変なこともある中、ご自身の辛い体験や平和への思いを伝えたいという一心で活動しておられます。受講は事前予約制です。申し込み方法については後ほどご説明いたします。 資料館または追悼平和記念館内の会議室等で受講していただきます。ご要望があれば宿泊ホテルなど別の会場への派遣も可能です。詳しくは本日お配りしております平和学習のご案内というプリントに記載がございますので、後ほどご確認ください。続いて被爆体験伝承講話をご紹介します。2年間の養成期間を得て被爆者から 受け継いだ被爆体験や思いを語り継ぐ伝承者が約60分間お話をします。広島市の養成課程を終了した197人の伝承者が現在活動しています。こちらも事前予約により受講していただくことが可能です。また、広島市外への派遣も可能です。被爆体験講話、被爆体験伝承講話の申し込み方法についてご案内します。 どちらの講話も資料館ホームページにございます。こちらのオンライン予約システムからお申し込みいただけます。先ほどもご説明しました通り、受講は事前予約制です。申し込み期間は、受講希望日の1年前の同日から3ヶ月前までです。続いて、平和学習講座をご紹介します。こちらは、被爆体験のお話ではなく、 資料館が要請した専門の講師がパワーポイントと映像を用いて広島の原爆被害の概要や核兵器を巡る世界の状況をわかりやすく説明するものです。クラス、学年単位での受講など希望に応じて実施します。申し込み方法はお電話またはホームページにございます。お申し込みフォームからお申し込みいただけます。 次に、広島ピースボランティアについてご紹介します。研修を受けたボランティアスタッフが、館内の展示物や平和記念公園の慰霊碑などの開設を行っています。現在は、新型コロナウイルス感染防止対策と混雑防止のため、館内のご案内は休止しています。活動時間は10時30分から15時30分です。 ガイドの所要時間は、だいたい1時間から1時間30分です。無料で行っておりますが、事前予約が必要です。予約は1年前から1週間の同一曜日まで可能です。お電話にて予約を受け付けています。続いて、平和学習用の資料貸し出しについてご紹介します。資料館では、事前学習などに活用していただける資料の貸し出しを行っています。修学旅行の 事前学習用として特に人気が高い貸し出し資料は DVD です。アニメーションや記録映画など全20作品を貸し出しています。広島での出来事に興味を持つきっかけとしてぜひご活用ください。その他ポスターや絵なども貸し出しています。こちらは市民が描いた原爆の絵です。被爆者が自ら描いたもので、 原爆被害の悲惨さがストレートに伝わってきます。また資料館では、広島市立元町高等学校の協力を得て、2007年度から被爆体験証言者と同校生徒が共同し、証言者の記憶に残る被爆時の光景を高校生が絵に描き、当時の状況を伝える原爆の絵の制作に取り組んでいます。これまでの完成品の複製が、 印刷用データ CDR、画像データの貸し出しを行っております。ここまで紹介したもの、その他貸し出し可能な資料については、平和学習のご案内のプリントに掲載していますのでご覧ください。貸し出しについては送料のみご負担をお願いしております。なお、本日配布しております学習ハンドブック、ワークブック、平和記念公演巡りについても、 平和学習を進めていただく上で役に立つ資料です。こちらは資料館の窓口で無料で配布していますが、送料をご負担いただければ、事前に学校等へお送りすることも可能です。最後に昼食会場についてです。資料館内と追悼平和記念館内などのお部屋を昼食会場として無料でご利用いただけます。利用時間は12時15分から、 12時45分の30分間です。申し込み方法は必ずお電話で当日朝9時から先着順で受け付けます。行事などの都合により利用できない場合などがあります。また当日の予約状況によっては他団体と合同でお部屋を利用していただく場合もあります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。この他の昼食会場についての情報は ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。以上、簡単ではございますが、広島平和記念資料館の平和学習について説明をさせていただきました。詳しくはホームページにも情報を掲載しています。ぜひご活用くださいますようお願いいたします。なお、資料館の展示の見学及び平和学習につきましては、春、秋のシーズンやお昼前後の時間帯に集中しますので、 可能であれば、スケジュールを調整していただきたいと思います。以上で、私からの説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。